出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させる目的で22年オフに初めて行われた現役ドラフト。主な成功例として中日の細川誠也や阪神の大竹耕太郎など新天地で主力として活躍するなど大きな飛躍を遂げるきっかけをつかんだ選手もいました。しかしその一方で現役ドラフトで移籍した選手の半数となる6人が1年で戦力外になるという厳しい現実もあり、戦力外選手の押し付け合いと揶揄する声もあります。そこで今回は23年オフに行われた第2回現役ドラフトにて移籍した選手の新天地での成績をご紹介していきます。阪神、漆原大成。オリックスから入団した漆原、今季大卒6年目となる漆原は育成ドラフトでオリックスに入団し、20年に支配下を勝ち取ると中継ぎとして安定した投球を披露。21年には34試合に登板するなど中継ぎとして一定の成績を収めていました。しかしフォアボールの多さは気になるところで、投手のレベルが高いオリックスにおいて飽和状態になっていた感は否めませんでした。そんな中、同じく投手のレベルが高い阪神への移籍となりましたが、開幕1軍をつかむなどここまで8試合に登板し防御率 1.64、 課題だった制球面でも予視球率は1を下回っており、安定した投球を続けています。細かいコントロールがある投手ではありませんが、150キロ前後の強いストレートを中心にカット、カーブ、フォークと様々な球種を駆使して抑えるタイプです。本拠地が広い甲子園になったということも、どんどんストライクゾーンで勝負に行けている要因かもしれません。ここまではビハインドや大量リード時の登板がメインではありますが、時にはイニングまたぎもこなすなど、貴重な中継ぎとして十分戦力となっています。採点は80点。広島、内間拓磨。亜細亜大学から楽天に入団した内間は、主に中継ぎとして1年目の21年には11試合に登板。防御率は5点台後半と苦しい成績でしたが、威力十分のストレートが武器で、奪三振率は 13.5 と高い奪三振能力を見せていました。しかし、入団当初から制球面で苦しむなど、徐々に出場機会は減り、22年はわずか1試合の登板にとどまりました。先発にも挑戦した23年には2軍で9先発、17試合に登板し、防御率は 3.88 と一定の成績を残しましたが、予視球率は5を超えるなど、制球面の改善は見られず、プロ入り後初めて1軍登板はありませんでした。広島移籍後は中継ぎに専念し、オープン戦では3試合に登板するも、投球回の倍となるフォアボールを与えるなど、防御率は10点。新天地でも制球面での課題が露呈しています。開幕後もここまで1軍での登板はなく、ファームでの登板が続いています。またファームでも防御率 4.70 と結果を残せておらず、苦しいシーズンが続いています。ただ投球回を上回る三振を奪っており、楽天時代からの大きな武器だった奪三振能力は改善の傾向が見えています。ここまで1軍では貢献できていませんが、制球面に改善が見られればストレートの威力は申し分ないので、新天地で何かきっかけをつかんでほしいですね。亜細亜大時代の同級生である巨人、平内龍太も苦しんでいますが、切磋琢磨しながら2人が同じセリーグで投げ合う試合を見たい、アマチュア野球ファンも多いのではないでしょうか。採点は30点。 DeNA 佐々木千早。21年には中継ぎとして54試合に登板し、防御率は驚異の 1.26 と、ようやくドラフト5球団競合の末にロッテに入団した本来のポテンシャルの高さを発揮したかに見えた佐々木。22年、23年と結果を残すことができていませんでしたが、現役ドラフトで移籍することには驚いたファンも多いのではないでしょうか。実際に DeNA ファンからは、佐々木もらっちゃっていいんですか?などと喜びの声も SNS では多く見られました。しかし DeNA 移籍後も
ここまで一軍登板はありません。佐々木は大きな飛躍を遂げた21年の翌年、22年にコンディション不良の影響でいい時の感覚と大きなズレが生じたと話しています。そこで継続して結果を出すことの凄さを思い知ったといいます。昨シーズンはノーワインドアップを試したり、投球の幅を広げるためにシュートを投げ始めるなど試行錯誤を重ねていました。ロッテ時代の地道な努力があってか、今季は1軍での出場はないものの、ファームでは9試合に登板し、防御率 1.59 と素晴らしい成績を残しています。予視球率が4点台と高いのは気になりますが、奪三振率は10点台と圧倒しています。DeNA は石川達也や徳山聡真、松本亮斗など若い中継ぎ陣が結果を残していますので、まだ出番はありませんが、夏場に差し掛かるにあたって必ず佐々木の力が必要になる時が来るでしょう。採点は40点。巨人馬場康介。阪神から移籍となった馬場、同オフにはケラーも阪神から巨人に加入し、巨人は宿敵阪神から2投手を獲得することになりました。ドラ1で阪神に入団した馬場は21年には44試合に登板するなど活躍しましたが、日本一となった昨年は阪神自慢の強力救援陣の陰に隠れ、19試合と出場機会は限られました。その一方で昨年中継ぎの防御率リーグワーストとなる 3.81 を記録した巨人では、馬場の補強にファンからも大きな期待感があふれていました。オープン戦でも3試合連続無失点とアピールを続けていましたが、3月24日の楽天戦で押し出しを含む3四球4失点と大乱調。阪神時代から馬場劇場と揶揄された乱調でアピールに失敗しました。阿部監督はフォアボールを嫌い、困ったらど真ん中というテーマを掲げていたこともあり、この投球で2軍行きとなりました。今季はここまで2軍でも防御率4点台と不安定な投球が続いており、結果を残すことができていません。さらにここまでの巨人は昨年の東海が嘘のように投手陣が頑張っています。ただここに来て中川大成が怪我により離脱、ルーキー西舘雄飛も疲れから最近は失点が目立つなど、開幕時の勝ちパが崩れてきているので、馬場にも十分チャンスがあるでしょう。七色の変化球を操ると言われる馬場の今後の巻き返しに期待が高まります。採点は40点。ヤクルト北村匠海。巨人から移籍となった北村、内野であればすべて守れるというユーティリティ性に加え、パンチ力のある打撃が売りの北村は、近年怪我の多い山田哲人のバックアップメンバー、代打陣の強化を目指してヤクルトに指名されました。巨人ではスタメンやレギュラーというよりは代打や守備からの出場がメインだった北村、今季の巨人の内野は岡本、吉川、坂本、門脇と鉄壁の布陣ですので、北村にとってはいい移籍になったと言っていいでしょう。移籍後はオープン戦で打率2割9分6厘と結果を残し、見事開幕1軍をつかんだものの、なかなかスタメンの機会は得ることはできず、守備固めや代打での起用が目立っています。山田が開幕当初から怪我で離脱がありましたが、竹岡隆生の台頭などによりスタメンのチャンスを与えられることは多くありませんでした。ここまで打率も1割8分8厘と長所である打撃力をアピールすることはできていません。ただすでに15試合に出場しており、自己最多の出場ペースを維持しています。ヤクルトにとって期待通りの働きをしてくれているかと言われれば疑問ですが、北村にとっては出場機会を増やすいい移籍になっていると言えるでしょう。強力な打線に加え、川端や青木など左の代打は球界屈指ですが、右の代打はヤクルトのウィークポイントとも言えるでしょう。そこに北村がはまれば全く弱点のない打線になります。ここから北村の活躍に期待しましょう。採点は60点。中日梅野雄吾。19年には68試合に登板するなど、フル回転の活躍でヤクルトのブルペンを支えた梅野。
高卒1年目から1軍デビューするなど、長年にわたってその右腕を振ってきました。しかし防御率は3点台前後と絶対的な存在になり得ていたかと言われればそうではありませんでした。昨季は2軍でも結果を残せず、防御率は4点台と苦しみ、1軍登板はルーキーイヤーを除けば自己ワーストとなるわずか5登板にとどまりました。しかしながら現役ドラフトにて投手力に定評のある中日へ移籍。オープン戦では7試合に登板すると6試合で無失点に抑えるなど結果でアピールに成功します。本拠地がホームランの出やすい神宮球場からホームランの出にくいバンテリンドームに変わったことで、武器であったまっすぐを強気にゾーン内に投げ込むことができている点も梅野の活躍の要因と言えるかもしれません。オープン戦でアピールに成功した梅野は開幕1軍をつかみました。5月1日の DeNA 戦で打ち込まれ、防御率 3.65 と悪化しましたが、ここまでは安定した成績を残しています。V 字回復を果たした要因としてやはりストレートの強さが挙げられます。23年にはマックス149キロだったストレートは今季154キロを記録するなど、19年20年といい時の梅野の球威が戻ってきています。今後も中日の投手陣を支える活躍を期待しましょう。採点は80点。オリックス鈴木博士。中日時代には新人時代からセットアッパーに抜擢されるなど、マックス155キロのストレートを武器に活躍した鈴木。与田監督となった19年には守護神を務め、メジャーリーガーキンブレルのルーティーンを真似したことから鈴キンブレルの愛称でファンからも愛されました。しかし連投による疲労などから1年通して安定した活躍をすることはできておらず、新人時代の53登板が最多となっており、先発に挑戦するなど活躍の場を探していましたが、年々登板機会が減っていました。そんな中オリックスへ移籍となった鈴木。オープン戦では結果を残せず、開幕2軍となった鈴木は中継ぎとして出場していますが、5イニングを投げる試合もあるなど、先発ロングリリーフのどちらでもいけるような調整を進めています。2軍では防御率 2.93 とまずまずの成績を残しています。ここまで1軍での登板はまだありませんが、オリックスは昨オフに山本由伸や山崎福也が揃って移籍、山岡大輔も怪我で離脱と鈴木にとってはチャンスと言えるでしょう。近年はかつての剛腕からツーシームやカットなどボールを動かしながら打たせて取るスタイルにモデルチェンジしており、力と力の勝負が多いパリーグにおいては鈴木の新スタイルがハマる可能性は十分にあるでしょう。採点は40点。千葉ロッテ愛斗。古巣の西武では思い切りの良さと広い守備範囲を武器に、22年には自己最多となる121試合に出場するなど多くの出場機会を得ていた愛斗。昨季も73試合に出場したものの、5月以降打撃不振に陥り2度の2軍落ちを経験しました。昨年は前年よりも出場機会は減ったものの、西武は絶対的な外野手がいるというわけではなく、ロッテに移籍となった際は驚いたファンも少なくないでしょう。一方ロッテは荻野隆や角中、岡大海など外野手が高齢化していることに加え、レギュラー候補だった藤原恭太がオープン戦で大怪我を負い長期離脱となるなど、愛斗にとっては大きなチャンスと言えるでしょう。見事開幕1軍をつかんだものの、12試合で打率1割台前半と結果を残せず、4月終盤に2軍落ちとなりました。しかしここまで2軍でも打率1割4分8厘と持ち前の打撃力をアピールできていません。西武時代も2軍では圧倒的な成績を残していただけに、今季の2軍成績は少し心配ではあります。もちろん打撃力を買われての指名だったはずですが、愛斗には守備という強みもありますので、ポランコや角中の守備固めでの起用も十分チャンスはあるでしょう。新天地での今後の愛斗の活躍に期待です。採点は20点。ソフトバンク長谷川武弘。
変則左腕の長谷川は22年にはプロ1年目から開幕1軍を勝ち取り、開幕2戦目で初登板を果たしました。その後は肘の怪我に悩まされ長期離脱となりましたが、ポテンシャルの高さは多くのファンに期待させるものがありました。23年も2軍では34試合に登板し、防御率 3.00、8勝0敗と結果を残しましたが、なかなか1軍に呼ばれることはなく、9試合の登板にとどまりました。しかし、その少ないチャンスの中で、防御率は 1.08 と好成績を残していました。そんな中、現役ドラフトでソフトバンクへ移籍。オープン戦では中継ぎとして6試合に登板し、失点は0と抜群の安定感を見せアピールに成功します。しかし開幕直前に体調不良のため無念の離脱。ただ開幕1軍こそならなかったものの、2軍戦で1試合の調整登板を終えると1軍へ合流。移籍後初登板は2アウト2塁というピンチの場面で左キラーとして登板すると、内野安打1本を許しましたが後続を抑え、見事な火消しを見せました。その後は回またぎなど様々な場面で起用され、4月29日には嬉しいプロ初勝利を挙げました。ここまで5試合の登板で防御率は 0.00、 1勝1ホールドと結果を残しています。現状のソフトバンク中継ぎ陣において、左腕は長谷川とヘルナンデスの2人だけとなっており、貴重な左腕として重宝されています。採点は90点。楽天、櫻井秀斗。高校時代は当時双日の清宮幸太郎を5打席連続三振に打ち取るなど、大きな話題となった櫻井。プロでも高卒2年目の19年には中継ぎを中心に12試合に登板、21年には中継ぎとして30試合に登板するなど一定の成績を残していました。しかし22年に2度の左肘の尺骨骨折を経験し、育成契約となりました。23年の4月に支配下に戻ったものの、1軍での出場はなく、現役ドラフトで楽天へ移籍となりました。楽天は今オフに守護神松井裕樹のメジャー移籍やパワハラ騒動により安楽が退団するなど、中継ぎが手薄な状況。櫻井にとっては大きなチャンスと言えるでしょう。このチャンスを生かしたい櫻井はオープン戦2試合に登板すると、いずれも無失点に抑える好投を披露します。しかし開幕1軍とはならず、開幕を2軍で迎えると、ここまで13試合に登板し、防御率は 4.15 と結果を残すことができていませんでしたが、5月10日西武戦で1軍登板、1回を打者3人0点に抑えました。気になるのは予四球率の高さです。DeNA 時代からの課題ではありますが、現在2軍での予四球率は 6.23 とかなり荒れています。荒れ球も櫻井の一つの武器とも言えますが、フォアボール絡みの失点は首脳陣の印象も悪いので改善が必要でしょう。多彩な変化球を操り、打者を翻弄していく櫻井本来の投球を取り戻し、楽天のブルペンを支える活躍を期待しましょう。採点は60点。西武中村優太。広島では先発として17年にプロ初登板初勝利を記録するなど、先発として5勝を記録した中村。18年には開幕ローテをつかみ、開幕3連勝と最高のスタートを切りました。しかしその後は調子を崩し、勝ち星を挙げることはできませんでした。その後は2軍暮らしが続き、このオフに西武へ移籍となりました。入団会見では、自分が活躍することで現役ドラフトの価値を高めていきたいと新天地での再起を誓っていました。オープン戦では登板がなかったものの、2軍では中継ぎとして3試合に登板し、無失点に抑えると、すぐさま1軍へ昇格を果たします。ここまで1軍では点差が開いた展開での登板がメインとなっており、5月6日のロッテ戦では2回を投げ、ホームラン含む4失点と捕まりましたが、それまでの4試合は無失点に抑えるなど安定した投球を見せていました。西武は開幕から投手力、特に先発陣はリーグ屈指の成績を残していますので、中村含め中継ぎ陣と野手陣の頑張りで十分上位を狙うチャンスはあるでしょう。直球を軸に三振も多く取っていた広島時代から、
カットなど豊富な変化球を操り、凡打の山を築くといったスタイルにモデルチェンジした印象のある中村が、今後どのような活躍を見せてくれるか注目です。採点は70点。日本ハム、水谷俊。ナイジェリア人の父親を持つ水谷は、ソフトバンク時代から驚異の身体能力を誇り、スケールの大きなロマン砲として期待されていました。しかし、怪我も多く、競争の激しいソフトバンクでは、入団以来5年間は一軍での出場はなく、今オフの現役ドラフトにて日本ハムに移籍となりました。ただ、ソフトバンクファンからはずっと愛され、期待されていたこともあり、なんで出しちゃうの?第二の大竹になるなど別れを惜しむ声も多く聞かれました。オープン戦では7打数ノーヒットと結果を出すことはできず、開幕は2軍スタートとなった水谷。しかし2軍ではそのポテンシャルの高さを見せており、すでにキャリアハイとなる7本塁打、打率も2割8分6厘と覚醒を予感させる活躍を見せています。2軍で結果を残した水谷は、古巣ソフトバンク戦でプロ6年目にして念願の1軍デビューを果たしました。プロ初ヒットを記録するなど、新天地でついにプロとしてのスタートを切りました。ただ、1軍全13打席で5三振と、まだまだ1軍の投手に対応することはできず、再び2軍に降格。ここまで1軍の成績は打率1割5分4厘ではありますが、2軍では明らかに昨年までと違いを見せており、大気の覚醒は間近とも言えそうです。SNS でも今回の現役ドラフトの覚醒候補筆頭として名前が挙げられている逸材です。まだ1軍では活躍とは言っていませんが、今後日本ハムを支える主砲に成長する可能性は十分にありそうです。採点は40点。昨年の大竹、細川たちに比べると爆発的に活躍している選手はいませんが、一定の活躍ができているのではないでしょうか。早く出番をつかんで印象付ける活躍をしないと、オフには戦力外になってしまう可能性が高いですから頑張ってほしいですね。皆さんは応援する選手はいますか？誰を応援しているかコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンをよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。